こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、視聴者さんから塾生さんからメッセージをいただきまして、そこにですね返信をしております。まあ、ですのでこれはね、ある方への個別返信動画になっております。まあ、一応一般公開しますんで、プライバシーに配慮してお名前は言いませんけども、あ、私のために言ってくださってるんだなっていうふうに感じていただく方が必ず一人います。さあ、まずね2つお話したいんですけども、1つはですね、スマホマイスターのことですよね。スマホマイスター検定、これから資格を取ってその資格で稼いでいこうとする方には一つのチャンスになると思います。世の中さまざまな資格がありますけども、その難易度に応じて基本的には報酬が決まってきますよね。でも今回はですね、一つまだ不確定要素はあるんですけども、民間の資格でスマホマイスターっていうのが今回創設されました。で、どうやって資格が取れるかっていうと、実技と講習3時間のみで、その日のうちに修了書が発行されます。で、あなたもスマホマイスターとしてね、スマホの専門相談員になります。例えば、この講座を受けると SIM ロック解除の技術が身につくので、周りの人の SIM ロック解除をしてあげることができます。で、適正な携帯電話料金の診断ができるようになりますので、自分の携帯電話の料金を調整することができます。プラス、周りの人の携帯電話料金の相談に乗ってあげてね、その人の料金をちょっとね、安くしてあげることができます。便利に安くですね。安くなっても不自由になっちゃいけないですからね。で、3つ目、携帯電話ポケット Wi-Fi の取り次ぎができるようになります。要するに、あなたが回線の契約ができるようになるってことです。これすごくないですか。通常 au とかドコモとかソフトバンクとかに行ってショップの方にお願いしたでしょ、取り次ぎを。いや、あなたができるようになるんですよ。要するに、あなたにコミッションが入るってことですよ。これ個人でできるんですよ。これすごくないですか。しかも携帯3社じゃないですよ、全部ですね。格安 SIM とかあるでしょ、そこの取り次ぎもできるんですよ。まあ、そういったのができるようになるのが、知識が身についてそれをやるね、権限がつくのがスマホマイスターっていう、そういうふうなね、職位なんですよ、資格なんですよ。それが分かんないですけどもね、こっから不確定要素です。国家資格になる可能性がある。今のうちに検定で取っておけば、そのまんまスライドして国家資格になると美味しくないですか、ね、国家資格になると何が起きるかっていうと、今スマホマイスター検定は1000円で受けられます。でも国家資格になると当然1000円では受けられません。概ね5万円ぐらいになるんではないかなっていうふうに、まあ、相場感がね働きますね。だ、いくらになるのか分かりませんよ。だ、そういうふうな時代の動きを先取りしてスマホマイスターになっておけばっていうね、そういう話が近日中にできるんじゃないかなと思います。ちなみにね、スマホマイスターになるためには認定校に行く必要があるんですけども、じゃあ認定校、広島認定校どこにあるのって形でございます。広島だったら広島ね、各地区にあります認定校は。まあ、そういった形でスマホマイスターをその検定の資格を出せるよってことなんで、これからの情報に注目でございます。近々ね、またね、この件につきましてはプロフェッショナルの方を呼んで私と対談をしていこうかなと思ってます。はい。そしてですね、もう一つなんですけども、木村屋のパンね、木村屋のパンはお金を振り込んでいただく必要はないんですよ。私の勝手なプレゼントですから。ただですね、今日明日行くわけではありません。私がなんかね、気が向いた時に岡山の駅前のね、木村屋のパンに行ってわさーって買ってきますんで、欲しい人って募集をします。その時に私のメールアドレス宛てに欲しいんで送ってくださいっていう風なメールをいただければ、箱詰めしてお送りしますんで、お召し上がりくださいってことですよね。はい。ということでね、やっぱりね、根本的には考え方を変えないと行動が変わらないんですよ。で、行動が変わらなければ結果は変わらないんですよ。だから全ては脳の中から、あなたの頭の中から始まるんですよ。この頭の中をマインドチェンジしないと何にも変わらないです、ね、世の中が変わってくれればいいですよ。でも世の中って何ですか。世の中が変わるとどういうことですか。それはですね、世の中の人の頭の中が変わって、世の中の人の行動が変わって、世の中の人の結果が変わらなければ世の中が変わらないんですよ。これむちゃくちゃ難しいですよ。で、自分でコントロールできないんで。自分でコントロールできるのは唯一自分の頭の中だけです。だから、自分の頭の中を変えないという気持ちでいればずっと何も変わりません。でも自分の頭の中を変えると、世の中は
を変えなくても自分が変われるんですよ、ね、世の中が金持ちにならなくてもあなたが金持ちになればいいんですよあなたが金持ちになったらお金を使うところが増えるんで周りの人も金持ちになりますでしょ。あなたが金持ちにならないと周りの人に助けてもらってばっかりなんで周りの人が貧乏になります。非常に単純な構図だと思うんですね。だからね、助け合いより助けてあげる人、こっちに少しずつ進むことによってなんかね違う景色が見えるんじゃないかなと思いますし、うん、あとはね、自分が何者になりたいのかってことですよね、うん、多くの人に支えてもらいたいのか、それとも多くの人を支えたいのか、どっちでも構いません。それが、うん、本当に自分の求める道だったらどっちにも幸せはあるんじゃないですかね。はい、ということで今回の動画は以上でございます。スマホマイスターね、キンキンに放送したいと思いますんでお楽しみに。